ったって誰でも彼でもやるじゃん。みたいな。早食いとか大食いとか。もうそんなのテレビがやってて、お前らかなわねえんだよ、テレビには。もう気がつけよ、バカが。分かってねえよな。スポンサーがついたテレビにはかなわねえよ。と俺は思うけどね。構成作家とかしっかり番組の型を作るわけじゃん。台本から何から。だから彼らは、だからだよ、俺ここで言うんだけど、ああいうね、お笑い芸人とかああいうのが、テレビ番組で面白いやつが、なんで YouTube 来て面白くないのか。台本作ってもらう人がいねえからだよ。そういうことよ。思わねえ。俺の中ではそう思うけど。だからひな壇芸人はひな壇上がってなんぼなんだよ。ピンは無理なんだよ。うん。だから勘違いすんなよ。まあ、俺は自分で、別に作家じゃないけど、自分の枠は自分で昔からやってたし、ひーちゃんね、15年も前から俺のこと見てるから、もっと前か。うん。あんたたち行くわよ、ケビー。だからやっぱり、一配信者、まあ YouTuber でもそうなんだけど、彼らには、これね、まあ、確信をつくと、みんな、あんまり見てないよ。すまそう。うん。いいんだけど。YouTuber の、まあ、これね、みんなよく知らないかもしれないけど、YouTuber は、YouTuber を作り上げる後ろに金目当ての誰かが必ずいるからね。ピンじゃ絶対できねえから。なあ。なもん。そんまね。あんなもん。ピンでできるわけねえじゃねえかよ。じゃあそれこそキャンプ配信だってなんだってよ、最近流行ってるからって YouTuber がやってたって、じゃあ誰が運転していくんだよって。おめえの囲いなのか誰なのかって。ほんでなあ、焚き火やって笑って肉焼いて面白いのかよそんな。俺は面白くねえけど。
そういう会社があるの見ない。だから、久子、俺にも、どうですかみたいな、オファー来たことあるよ。YouTube の。はい、じゃあそういうのやってみますか。俺興味ねえから知らねえよ。うるせえなって思ったけど。そらそうだ、来るよ。もう興味ねえんだよ、俺。やるなら、俺はそんなとこにお願いはしない。自分でやるよ。なあ、ひーちゃんなあ。俺の性格は多分、ひさこはだいぶ知ってるから。ああ、この人はそういうとこにお願いする人じゃないよ。と思うけどな、うん。久子トイレ行ったな。ハゲ、いらっしゃい。昔アダルトサイトからオファーいっぱい。違うよ、もう俺にだって、 YouTube から YouTube はやってみませんかっていうのは一応あるっちゃあるんだけど、性犯罪者に罪は無理。あ、すいません、ハゲさん、俺もう YouTube に チャンネル持ってるんで、はい。編集能力がないと一人で YouTuber は無理だと思う。まあ、一日よ、4本も5本も編集してあげるなんて、そんな頭おかしくなるだよ。あんなもん。うなできねえ。だから俺は無理だっつうの。あのさ、夫人さんと喧嘩して、もう、血は喧嘩だからいいの。森友あんま気にすんなよ。いつものことだよ。また俺ん家来たら、一発セックスすせや、すぐ仲良しになんだから。うん。人の話聞かないんやし。そうよ。だから全部自己責任じゃん。だからなんだよってうるせえなって。誰も知らないからね、うなちゃんなんて。って、うなちゃんっておめえが知ってんじゃねえかよ。もうその時点で、お前アウトだよ。うん。ハマってんだよ。ゲルゲラブサノ。もうさ、もうそのアカウントの作り方でもうお前かなりやばいよ。まあ、ゲルゲが好きだったの？ごめんな。お前の好きなゲルゲを俺が一時でも彼女にしちゃって。でも、用事ねえから、ふてったけどな。うん。だから、俺は別に YouTuber になろうと思ってないって言ってんじゃんよ。あのさ、ハゲさんのプロフ見てみて。いや、見ないでいいよ。興味ねえし。気持ち悪いんだろ、どうせ。うん、あたおかだろ？こんなの。森友。だいたい俺想像つくから。うん。頭おかしいやつなんだよ。笑ってんじゃねえよ。もう俺見なくても、頭おかしいんだから、こんなの。病気だよ。もういいよ、こんなの。俺に
見てみてって言うな。もう俺はもうこういうの慣れてるから。そういやこんなやつ昔もいたよなみたいな。大体18でも配信やってりゃな、こんな山ほど見てきてんのバカを。ああね。だからなんならどうでもいいんだよ。でもな、ここでさ、俺は一つみんなに聞きたいことがある。森友は信用しない方がいいよ。おめえの方が信用できねえよ、クソは。そうやってな、誰々は信用しない方がいいよって言うやつが一番信用できねえんだ。わかる？ここ。これ、ガチだからね。うん、人のことを信用しない方がいいっていうやつに限ってお前がダメなんだよ。だから俺の枠に来たってしゃあねえべよ。あん。いやだから今でもまあ、ツイート言わんというか、森友に、いや、そういうのはどうでもいいんだけど、俺さ、最近さ、ひーちゃんもそう、見てんのか、こちら札幌は、日の出はね、うん。俺さ、森友にも聞きたいんだけど、どう思う？坊ちゃんさ、もう最近毎日来んだけど、あれはどっかで俺ブレーキかけないとダメかな？冷静に見て。森友なんかいつも冷静に見てっから。楽しいのかな、俺んとこ来んのが。俺は、うちの今、ロムってるリスナーさんにもみんな聞きたいんだけど。誰も返事しねえから。手前してる時点でアウト。いや、アウトでもセーフでもどっちでもいいよ。うん。いや、そのアウトかセーフじゃなくて、俺が言ってんのは、頻度が上がってるっていう。うん。なんだかな、佐野さんを取ったゲーゲーの気持ち分かった。泥も猫呼ばわりしてたけど、なんだマイキー、つか佐野さん嫌、違う、嫌じゃなくて、ちょっとエネルギッシュだから、坊ちゃんは。いや、見てて楽しいよ。メロメロなんや、もう。そういうことじゃない。もう本人放送で大好きって言ってるから、もういいんだけど、俺は何が俺の、どこがいいのかわかんねえけどさ。でも、やってねえわけねえだろうとかさ、もう言っちゃうじゃん。って、もういいや、もう、だったら、って。
よく高まる年齢。いやー、それしたことは、俺はよくわかんないけど。ネームバリューっていうのもあるかも。うなちゃんマン？いや、本人は、むしろ俺が配信を切った後の方が、いいみたいよ。あの人は、俺の配信外、の方が、いいみたい。まあ、どうせ一緒のお布団入って、抱っこ抱っこするぐらいだけど。配信終わるとね、ねえ、本当に配信切れてるって、チェックするんだよ。大丈夫だよ、もう配信が終わってっから。もうそっからスイッチオフになるんだよ。かわいいとこあんだよ。何お前よ、心配すんなよ。いや、優しくはねえけど。怒るときは怒るよ。何こいてんだ、この野郎、と思って。あ、俺、こと配信論に関して、のが聞かれると怒るときはある。お前は何知ってんだよ、って。じゃあ言ってみろよ。まあまあ、その優しいか優しくないかは別として、あの人のことを、俺は、配信外でもいつも頭の中に考えてるよ。あの配信論はポジションでコロコロ、もちろんもちろん、それは一番自分のいいところに入れるわ、そうよ、俺はね、こいつは、だから、俺は何人かな、森友な。坊ちゃんに、こいつはダメ。俺はダメだと思うよ、とか。これね、やべえよ、とか。何人か言ったの。見事にダメだったよ。ああ、もうちゃんにはね、もうちゃんの言うことには、まあ、しゃあねえよ、もう、惚れた弱みだから。だから手を入れして。まあね。まあでも、ひさこは、ほら、もう、食ってくの困んねえから、それでいいんじゃねえの。惚れたもん負けか、よかったよ。でもさ、森友、坊ちゃん、だんだん、女になっていったろ。なあ。40過ぎて女子力アップしてってのすごくねえか？わらじゃねえよ。俺、
お前、こっちの方がいいよ、あっちの方がいいよって、髪の毛も、色を入れろとか、なんだとか言って、全部やって、もう今可愛くなってんじゃん、みたいな。で、今ね、多分ね、よその配信者で、坊ちゃんのことを、ムカついてんのは、なんだ、ふわっちのあの方だと思います。いいんだよ、迎合したって。だって俺は、いいと思うから言うだけ。うん。可愛くしたいから。どっかの誰かはムカついてんだろうなぁと思って、で今日もさ、もう、うん、俺色とか古いぞ。でもな、ひーちゃんな、可愛くなってんだから、俺は間違ってない方向に持ってってるよ。これ、お前と方向違うべやってなってねえべや。いいんじゃねっていうのがほとんどだね。なあ。俺色ってか、俺色、まあ、染める気もねえんだけど。んなこと言ったらな、さこだって、な、どっかの、男に、ガチャ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 やってんじゃねえよ。な、終わったことは終わったこと、次の人行ってみようだから。おっすよ、これ。あいです。結果認めた。いや、森友、認めりゃいいんだよ。うん。あ、神いらっしゃい。私はま、我が道を、だから、それで、坂道でこけて、足骨折してりゃいいんだよ、バカが。うん。高りのその、あ、高りよ、俺は。うん。もう今頃グースカマンだな、あいつ。人にワクワクさせてよ。どうすんのこれ。これ俺終わり時どこ？ねえ。もう締め時わかんねえんだけど。ねえ。いや、どうすんの？おめえらさ、バカなの？この朝になってからよ。もう6時になってんだけど。ラジオ配信で何聞いてんの？ツイッターに半裸さらしだが知らないよ。もう本当に。坊ちゃんは起きてこねえよ。もうさ、俺と坊ちゃんの、リレー配信はもうやめようよ、もう。な、もうお前らさ、バカなのかよ。あたおかか、お前ら全員。頭おかしいだろ、普通に考えて。だからもう白状します。
もうすいません、坊ちゃんと俺は体の関係はあります。ごめんなさい。